ホイック士官とは歴史を進歩を担った主君者対進歩に抵抗した顔面な人々に分け、両陣営の戦いと前者の勝利として歴史を物語的に記述する歴史観である。成功している我々や繁栄している現体制を歴史的必然、絶対的な運命に導かれるものとして、そこに至る進歩的、進化的、合理的、 直線的、連続的な過程として読み替えてしまう、いわば勝利者による、正当主観というべきもの。啓蒙主義や、社会進化論とも関係が深い。保育主観によって、イギリス史を捉えると、イギリスの現代の進歩をもたらした功労者は、保育プロテスタントであり、それに逆らったものが、通り党、カトリックである。前者の代表が、ウィリアム3世やエリザベス。 後者はジェームズ2世やジョージ3世などによって構成される。エータ・タクヒロ氏による保育士官の定義は以下の通り。進歩の見方、敵という二項対立で歴史を描く。敵型の勢力、人物は歴史上有害で歴史的に無意味な存在である。現在のために過去を研究する姿勢をとる。過去は現在の起源として存在を許され。 進歩派がそのルーツであり、その敵は生物進化における全滅種に等しい。例えば、信仰の自由はルターの功績によるもので、我々はルターに感謝すべきであるとする。歴史家は過去に対する裁判官である。進歩の敵は容赦なく断罪され、進歩をもたらした者は歴史的英雄の地位を勝ち得る。歴史家は 過去を道徳的に判断する権利と責任を持つ。こうしたホイック流の歴史記述はマコーリーから彼のまた名にあたるトレベリアンらに受け継がれた。マルクスらの唯物史観はイデオロギーとしては異なるが同じ進歩史観で共通点も多く批判、否定よりも同調することが多かった。中世前期史においてもアングロサクソン、特に七王国時代のイングランドはゲルマン的な 自由な社会だったと長らく主張されていた。これは一般自由人学説と呼ばれ自由主義の広がりを追い風に通説となった。しかしこれは自由主義の体調と前後して批判を受け通説的立場を失ってきている。マコーリーは保育士屋の代表的存在である。現在でこそ保育士官は厳しく批判され支持者を失っているが最高の歴史家は同時に 最高の作家であるという伝統の強いイギリスにおいて、マコーリーの物語力は高く評価されてきた元来、英国史の概念で、トーリー島に政治的に優越したホイッグ島が、自派に有利な歴史記述を行ったことに由来する。トーマス・マコーリー、ヒストリー・オブ・イングランド前後館が保育士官史の代表的な歴史書である。競技では、ブルジョワジーを擁護し、 資本主義発展を目指す自由主義を指す。ホイック史観に対する批判を定式化したのは、ハーバートバターフィールドの、ホイックインタープリテーション・オブ・ヒストリーである。バターフィールドは17世紀に大文字の、科学革命が生じたと説いたが、トーマス・クーンは、科学革命論で、科学史を断続的なパラダイムの変化として説いた。異なるパラダイムを、客観的に俯瞰。 通訳する立場は成立し得ないという相対主義である。今日、保育士官は、クーンと結びつけて、科学史上の概念として語られることもある。日本が、解禁政策解除、明治維新を迎えて、西洋の文物を熱心に取り入れようとしていた時期は、保育士官が正当の地位を得た、まさにその時代であった。蒸気機関などの科学技術を積極的に学ぶ、一方で、 イギリス帝国の歴史を知ろうとする者もいた、福沢諭吉は、その代表格である。西洋列強に追いつくためには、まずもって技術の吸収が必要であったが、福沢は、社会の仕組み、特に機械に興味を示し、理解するためには、歴史の参照が不可欠と悟った。こうして書かれたのが、西洋事情、文明論の概略などの著書であり、 イギリス帝国の繁栄の根本を探るという問題意識から、また当時の入手できる書物という点から、自然と保育士官の歴史書に触れることになった。一方、竹越与三郎のように、専門的で退屈、小難しい歴史を嫌い、多くの人にわかりやすい歴史を書くべきという観点から、保育士官を選択する者もいた。明治時代の歴史書は実証重視の交渉史学と、 民間史学が分かれており、校舎を選択した竹子氏は、クロムウェル、マコーレイなどを表し、日本のマコーリーとの異名を賜った。福沢、竹子氏ら多くの知識人によって紹介されたイギリスは、保育士官に基づく、肯定的、楽天的イメージが伴うものだった。こうしたイギリス理解は、日本人の中のイギリスの印象を、ほぼ決定づけ、さらに自由民権運動の思想的、 理論的下地を提供する役割も果たした。マコーリーらの間接的影響に成立した民間史学は戦後の遺物史官に受け継がれているとする指摘もある。ありがとうございます。